壁じゃないのサッカーの、うん、ロナウジーニョって蹴った、あ、ボールがどこに抜けた、壁に向かって打ったよ、ロナウジーニョ何にも立ってるじゃないですか、これ、避けてるよ、避けてるんじゃないですか、どうですか、あら、真ん中、あんなとこ通るんだ、あら、避けてんじゃないじゃん、あれ、いや、避けてるに見えるね、あのガーツだ、ガーツだ、頭抜いたんじゃないか、壁あれ結局ね、当たると痛いから怖いから逃げてるんですよ、本当かよ、いやいや、そういう見えてますよ、本当ですか、弾が怖くてどうします、こうなったね、今ね、いや、ボールがそっちに来るとか、そっち行ったら違うと思うんですよ、いやいや、そうじゃないですね、そっち行ったら体で、体を張らなきゃ、水泳選手があんた水怖がってどうしますか、怖がってるの選手はどうしようもないじゃないですか、ですから勝ち入れたんじゃないですか、そうですか、壁になんないね、壁なんか壁じゃねえな、あれ相当のスピードいきますからね、いやいや、はい、次行きましょう、大ブーイ、これは日本なんですよ、本田吉というのはアマチュアのチームです、ちょうどプロの柏原レイソルが天皇杯ですか、うん、目指して戦って、これがアマチュアの本田 FC がプロを破っちゃったんですよ、でこれ柏の不安は厳しいんですよ、ほら許せません、さあどうやって収めるか、あ、選手行きました、謝りますでも収まりません、お、なんでね、何の内容も完敗じゃねえか、勝つ勝つ、まず柏に勝つ、柏に勝つ、柏に勝つ、うん、やっぱりね、あのホンダ、これはやっぱりアマチュアだからね、あっぱれあっぱれやろうか、まあ、ね、ホビなんか柏なんか不安にもうボロソやられたな、辛い、辛い、昨日の結果でございます、昨日もまあ引き分けですわね、なんだろう、まあでもそれは常に勝てるってことじゃないでしょうね、まあ、ありがちですが ね、何か私は謝ってもらいたくないんですよね、謝る力があればもっと頑張ってもらいたいんですよ、今実社会でもあるじゃないですか、うん、首脳陣が出てきて、うん、番組揃えてね、うん、すいませんでしたとそれで済むと思ってるからね、そういうことなら誰でもできる自分があるじゃないですか、コマーシャルで ね、謝って済むなら警察いらないと、それと謝るなら誰でもできるというような動物の例えがあるじゃないですか、お猿さんですかやめてもらいたい、反省なら誰でもできる、まあ、猿でもできる、これ今現在の順位、レッズ、ガンバ、この辺りで決まるのかな、そうですね、うん、アントラーズも頑張って鹿島、はい、うん、ではあ次